児童虐待事件が相次ぐ中、親による体罰を法律で禁止することに賛成という人がおよそ6割に上ることが、ANN の世論調査で分かりました。調査はこの週末、ご覧の方法で行われました。政府が今の国会で目指している児童虐待に関する法律の改正をめぐって、親による体罰を、 法律で禁止することに賛成と答えた人が59%、反対と答えた人は21%でした。また、言語について関心があるかを尋ねました。とても関心があると、少しは関心があると答えた人を合わせて、7割以上の人が関心があると答えました。安倍内閣の支持率は43.2%、 支持率は 36. 1とそれぞれぞ横ばいでした。自民党内で浮上している安倍総理大臣の総裁4選に関連して安倍総理が2021年9月以降も続けてよいと思う人が33%で続けてよいと思わないと答えた人は51%でした。